屋良智弘さん。屋良さん、はい、立憲民主党屋良智弘でございます。よろしくお願いします。両大臣よろしくお願いいたします。私は、沖縄でまた悲しい事件が起きた昨年の12月に少女が米兵によってレイプされたというこの問題を中心にお話を質疑をさせていただきたいと思います。まず お配りしました資料をもとに、まだお手元に入って、入ってますですね。まず資料の説明をさせていただきたいんですけれども、この、一覧表はですね、過去に起きた、まあ、過去に沖縄で起きた、米兵によるレイプ事件のものでございます。まあ象徴的なのが1995年のものでありまして、それが元で日米両政府が沖縄の基地問題を政府の最重要課題と位置づけて普天間飛行場の返還に流れていっております。さらにはまあたくさんありすぎてですね、これ全部読み上げてると本当にこうなんていうかこう気分が悪くなるような内容がたくさん含まれておりますけども、例えば番号でいうと39番 2ページ目でございますけども、9歳の少女が、就寝中に、まあ、レイプされたということ。9歳です。でその下40番、6歳の女の子が拉致され殺害されております。そして45番目、生後9ヶ月の赤ちゃんがレイプされたという事件まで起きておるわけですね。そういったもの事件のですね、積み重ねの中で今回の事件を果たして私たちはどう見るべきかということが今問われているということであります。これ単発的な事件ではなくて、例えば、4ページ目に示しているのがこれアメリカ国防総省の取り組みでありまして、この、まあ、アメリカ国防総省もこのレイプ事件大変な問題になっていて、省を挙げて政府を挙げて取り組んでいる最中であるということなんですね。例えばその直近の昨年度の23年度のそのレポートによりますと、年間8515人の被害者が出たと。でこれ申告率が 25% なので、これ34,000人に至ってるわけですね。これが毎年毎年この数でコンスタントに被害が出ているということで、アメリカ国防総省も大変この問題に対しては苦慮しておいて、で省を挙げて、いや政府を挙げて取り組んでいるというような状況があるということの一つとして捉えた場合、今回日本政府が取った対応が果たして適切だったのかどうかということを厳しく問われていると私は思っております。質問に移りますけれども、昨年12月24日に16歳未満の少女が沖縄で米兵によって誘拐そしてレイプをされたという事件がありました。これが発表されたのが6月25日ともう半年遅れだったんですけども、まあその裁判が始まるんで、これは当然公判日程が決まれば訴状が出てくるわけで、公表されます。だから分かったということなんですけども、外務大臣防衛大臣この事件をですね、まあ知ったのは認知したのはいつの段階だったのか教えてください。上川外務大臣。今般の米兵によります性犯罪が相次いで発生したことにつきましては、極めて深刻に受け止めておりまして、被害に遭われた方のことを思うと、心が痛みます。外務大臣として、この人間の尊厳を守る女性平和安全保障、WPS を推進している中におきまして、このような事案が続きましたことは、個人的にも耐え難いことでございます。1997年の合同委員会の合意に基づきまして、通報の取り扱いにつきましては日頃より外務省の事務方において対応をしているところでございます。その上で今般の一連の事案につきましては、そのようなフレームワークのもと対応したものでございます。お尋ねの点につきましては、外務省事務方が関係省庁から情報共有を受けた後、非公表の事案との位置づけで共有を受けたものとして、事案の概要について報告を受けたところであります。木原防衛大臣。防衛省としまして、ご指摘の事件につきましては、6月25日、
捜査当局から事案の概要が公にされたことを受けまして、外務省から防衛省に情報提供がなされ、これについて報告を受けたところです。矢野さん、上川大臣、いつだったかということをお答えいただきたいんです。上川外務大臣事務方が捜査当局から情報を受けた、情報共有を受けた後、事案の概要について迅速に報告がございました。具体的な日時につきましては、日米間での捜査協力を含めます捜査機関の活動内容に関わる事項でもございまして、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。矢田さん、その政府として対応するこれことが行われていたのかというのが今回の大変大きな問題点だと私は認識しておりまして、で大臣がいつその事件について認識されて、で何らかの対応を取られたのかということなんですよ、問題は。で今捜査機関の云々がありましたけども、それとは全く関係なくて、政府として1997年、先ほど大臣自らご説明されました1997年のフレームワークに基づいて、本来であれば関係機関に、まあ、沖縄県も含みますけども、関係機関に連絡が行って、そして、再発の防止策で被害者へのケア、これが一番大事なんじゃないでしょうか。捜査は捜査として当然進めてもらう、しかし他にやるべきことたくさんあるわけですよ。それを決めたのが1997年の合意であった、当時橋本龍太郎総理の下でリーダーシップでこのフレームワークができたわけですけども、その日時ですらその回答されない、これとてもキーに感じるわけですけども、それはまあその質問、別の次の質問に移りますけども、官邸には外務省はあるいは政府どの機関でもいいですけども、官邸に対しては説明されたんでしょうか。それがいつ誰が誰にお願いします。外務省有馬北米局長お答え申し上げます。外務省からの報告について申し上げれば、総理及び官房長官に適時適切に報告させていただきました。矢田さん、適時適切はいいんですけども、私の質問はいつです、そしてどのような対応を取ったのかが大事なんです。答えられますか。外務省有馬北米局長繰り返して恐縮ございますけれども、外務省からは総理長官に対して適時適切に報告を行っております。矢田さん、いやどうもこのいつですらわからない、私たちに説明をされない、どのような対応を取ったのか、その時間的にはどのぐらいのタイミングで取られたのか、これ大事なんですよ。これ先ほど、一覧表を示しましたけれども、これずっと続いてるんです。対応策をずっ と取り続けなければいけない事例なんですよ。これ防止策を繰り返し繰り返しやってきても、10代の女性が今回も被害に遭った、これ次止めないといけないんです。必死にやらないといけない。そうじゃないと日米間の信頼なんてね、絵に描いた餅じゃないですか。しっかりと土台で固めていって国民の信頼を得る、これが重要なことであると私は考えてますけども、今のような答弁だと全く僕ら理解できませんよ。全くですね、とってもいい加減な気がしますけども、昨年10月のその、事件で通報手続きに沿った対応がなされなかったというのは今、分かってるんですけども、誰がそう判断したんですか。大臣、どういう判断にもってこれをこう通常の、先ほどおっしゃった大臣おっしゃった1997年の通報システムを、止めてしまったのかと、これ誰の判断だったんでしょう。上川外務大臣。この1997年の日米合同委員会の合意であります、この在日米軍にかかる事件事故発生時における通報手続きにつきましては、在日米軍にかかる事件事故に対する日本側関係当局の迅速な対応、これを確保し、そうした事件事故が地域社会に与える影響を最小限のものとするために、米側から日本政府に対する通報の対象となる在日米軍にかかる事件事故の基準を定めるとともに、
通報の経路等を定めたものでございます。今般の事案につきましても、日本側の捜査当局から外務省への情報提供を踏まえまして、日米間で適切な情報のやり取りが行われ、本件日米合同委員会合意の趣旨目的が達成されていると承知をしております。その上で、国内における情報共有につきましては、外務省としても今回の事案は捜査当局から非公表の事案であるとして共有を受けたところでありまして、そのような捜査当局における判断を踏まえまして、外務省事務方にて対応をし、防衛省に対して情報を提供することはしなかったものと承知をしております。矢田さん、防衛省さん、後で聞きますけども、本当それでいいんですかね。これ通常のやり方と全く今回は違ってますよ。だから97年の合意は、こういう事件が起きたら次 の、 あの事件を 再発を防止しましょうねと、で被害者のケアもちゃんとしましょうねということで始まったんですよ。95年の少女暴行事件以降で、それが普天間の返還まで政治的な大きなうねりとなっていった。それと匹敵する今回の事件だとすれば、なぜ事務方がそう判断する、で防衛省に何のお知らせもしない、防衛省は何の対応もできない、で報道でもってびっくり仰天、こんなことってあるんですか。誰がこの少女のケアをしたんですか。誰が賠償のケアをしたんですか。誰が見舞い金の話を持っていくんですか。事件が起きたらそういう防衛省の仕事があるんですよ。あなたたちはその仕事をですね、取り上げたんですよ今回。でこれは誰のためなんですか。決して子供のためじゃない、決して被害に遭ったこの少女のためじゃないですよ。これおかしいじゃないですか。で改めて聞きますけども、こういう日米合意をですね、そごにするというか無視しちゃうという判断を、これ大臣に相談しないで事務方が勝手に決めたということに、今の答弁ではそのように受け止められましたけども、大臣本当それでいいんですか。お答えください。上川外務大臣。外務省の事務方といたしまして、被害者のプライバシー、また捜査への影響、こういったことを踏まえつつ、非公表の事案とする捜査当局の判断を踏まえて対応したものでございます。矢田さん。それでは警察庁聞きますけども、非公表にしてくれというふうに外務省に申し入れしたんですか。お願いします。警察庁新華長官官房審議官。お答えいたします。お尋ねの令和5年12月発生の事件につきましては、沖縄県警察が捜査を行う過程で米側から協力を得るために必要と認められたことから、警察庁から外務省に米側への働きかけを依頼したところでありまして、その際に警察庁から外務省に対し必要な範囲で事件内容について説明したところでございます。警察庁から外務省に事件内容を説明するにあたっては、当該事件は現在沖縄県警察で捜査中であり、広報は行っていない旨を伝えたところでございます。矢田さん。広報は行ってないということを伝えたのであって、この連絡網に乗っけないでくれというようなことまで警察庁は外務省に依頼したんでしょうか。新華長官官房審議官。お答えいたします。警察庁から外務省に対して、いわゆる97年合意に基づく通報手続きを行わないよう求めたという事実はございません。矢田さん。これ外務省の判断ですよ。なぜそんな判断ができるんですか。日米合意を止めてしまおうという判断を事務方がやった、大臣の知らない中で。これ今回の防衛省の問題と全く同じじゃないですか。事務方が事実をこう握りしめてとは言いませんけども、止めてしまったわけですよ。それで適切な対応が全部できなくなっちゃった防衛省、6月25日まで知らなかったなんていうのは、もう起訴のずっと後ですよ。しかもエマニュエル大使に、外務省は3月27日に申し入れを行ってるじゃないですか。そういう事案であると、これ、日米関係のも大事な、というか、大問題であるということ。認識があったからこそエマニュエル大使に申し入れを行ったわけじゃないですか。大臣、本当にこのようなやり方でいいんですか。これはですね、この
なんとも人権意識、先ほど大臣 WPS おっしゃいました。これ外務省として人権意識どうなってるんですか。おかしな話だと思いますよ。まあ、その沖縄以外の今回の事件に絡んでですね、沖縄以外の全国 の、 その米軍基地所在地、院長の小泉院長の地元の神奈川県においても同様の事態が起きていて、その本来知らせるべき当該県へ 通報が行われていなかったことが、まあ、報道によって明らかにされております。ところがですね、この、まあ、何度も繰り返しますけども、日米合意の趣旨はもういち早く対応して政府機関全体を挙げてその子のケアとそして再発防止に努める、これが第一じゃないですか。その第一の仕事を、ね、やってなくて、しかも誰にも頼まれてない、警察庁も外務省に頼んでないと言ってるじゃないですか。情報を別にその、ね、関係機関に回すことについては、何らあのこう止めるようなそんな依頼は受けてない。しかし外務省大臣の今の答弁は全く違ってて、警察庁がそういう事案ですよっていうふうなお知らせがあったもんですから、その日米合意を外して、日米合意を無視して防衛省にまで情報をね届けなかった。これは日米合意を本当に無視した大きな大きな問題だと認識せざるを得ない。なぜなら少女が、この被害に遭った少女って大臣もご承知の通り、被害に遭ったら72時間に何らかの措置をしないと望まない妊娠をする可能性があるわけですよ。だから各県にあの設置されているワンストップ支援センターっていうのがに、まあ、紹介するなり案内するなりするわけでしょ。だ今回の件はそういったことがちゃんとなされていたのかすらよくわかんない。もしみんなで情報共有していれば、まあ、おそらく私は警察庁は当然の仕事として被害者をそういう支援センターに届けたと思いますけども、当然の仕事としてみんなで共有してみんなで対策取らないといけないはずです。アメリカ軍はこういった事件があった場合にはですよ、門限を設けたり外出禁止措置をしたり、あるいは飲酒制限をしたりするんですよ。そして緊張感を高めて警戒レベルを上げていく、それによって犯罪抑止を効かす。今回あの事件の後何件同じようなレイプ事件が起きてますか。不起訴になったのも含めると5件起きたというふうに報道されています。この5件はもしかしたら私たちの努力によって防げたかもしれないんですよ。なんでそんなことをですね全くやらずに、あたかも警察から非公表でありますからということだけでこの委員会で答弁なさるんですか。あまりにも責任を認識されてない大臣、これどうです大臣、今回の外務省の事務方の判断正しかったんですか。これエマニュエル大使にまで申し入れをしないといけない事案であるということは当然認識なさってる。しかし大臣にいつ報告が上がったのか分かりません、言えません。捜査に関係するますから。しかし捜査当局はまあどういうことでしょうね、本当に大臣に挙げたのがいつだったのかというのを報告することが本当に捜査に支障が起きると出ると思ってるんでしょうか。これは当然発生時から、まあ、起訴段階あるいはすぐに対応しなければいけないので、あの発生とほぼほぼ同時に、ね、通報がなされて大臣のもとに行って、で政府を挙げてその予防措置を予防するその機能をですねあの立ち上げましょうとかっていうことを温度を取るのがこのお二人じゃないですか、両大臣じゃないですか。今回の件って全く責任感じてられません大臣。本当に事務方のこの勝手な判断を大臣は看過されるんでしょうか。ちょっと認識だけ教えてください。上川外務大臣。あのまず、これまで、米側から日本政府に対するこの通報を受けた後の、日本側の内部における情報共有にあたりましては、これは個別具体的な事案の内容に応じて、適切に判断して対応しておりまして、特に被害者のプライバシーに関わるような事案につきましては、関係者の名誉、プライバシーへの影響、
将来のものも含めました捜査後半への影響の有無、程度も考慮をし、慎重な対応が求められるものとの理解のもとで対応をしてきているところでございます。そういう中で、今般の事案につきましても、そのような対応をしてきたものと承知をしております。この案件につきまして非常に私先ほど申し上げたように、人の尊厳に関わる重要なことであるとこうした認識でありまして、こうしたことが二度と起こらないような対応につきましては、全力を掲げてこの問題について向き合ってまいりたいというふうに思っております。矢野さん、言葉と実行が全く真逆だなという気は本当に残念ながらしております。だから日米合意があったときにはもうすぐに対応しましょうねと、それはプライバシーの方が当たり前の話ですよ。そんなことを私たちは聞きたいわけじゃない。なんで今回この、予防措置の対応ができなかったのか、それがその機能しなかったのかというのが問題であります。委員長、一つお願いがあります。今回 いつその大臣に情報が上がったのかすら分かんない。これ委員会でですね、ぜひ経緯とですね、その上げなかった理由を報告するようにお願いしてしたいんですけども、いかがでしょう。お願いします。合区理事会で協議いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。